ザマミー、呪われた砂漠の王女は2017年にアメリカ合衆国で公開されたアドベンチャー映画。監督はアレックス・カーツマン、主演はトム・クルーズが務めた。本作は1932年に公開された映画ミイラ再生のリブート。ダークユニバースの一作目ととして制作されたが、本作の失敗により続編の計画は白紙となった。 古代エジプト。アマネット王女は、王位継承順位第一位にあったが、父親であるメネフトラ王に男児が生まれたため、女王として権力を握る夢がついえてしまった。王の座を諦められなかったアマネットは、瀬戸に魂を売り、自分の邪悪な精神を具現化するためのダガーを入手した。一族を殺したアマネットは、自らが神になるために、自分の恋人の肉体に、 邪神瀬戸を憑依させようとしていた。だが、神官たちに真相を見破られてしまい、神官たちは、アマネットを永久に生き埋めにする刑に処し、儀式に用いられたオシリス石を別の場所に封印した。現代のイラク。反乱軍の拠点を空爆した後、ニック・モートンとクリス・ベールは偶然にもアマネット王女の墓を発見してしまった。考古学者のジェニー・ハルジーが調査したところ、 その墓は監獄として設計されていることが判明した。グリーンウェイ大佐はアマネットの棺をイギリスへ持ち帰る決断を下した。棺を空輸する飛行機の中、墓で砂漠の雲に噛まれたことが原因で、ベールがアマネットの邪悪な力に憑依されてしまった。棺を開けようとしたベールを何とか打ち殺したニックだったが、グリーンウェイ大佐が銃撃戦で死んでしまった。 その直後、飛行機はカラスの群れに襲撃され墜落してしまう。ジェニーはニックから渡されたパラシュートで脱出して、無事だったが、彼女以外の全員が死んでしまった。数日後、霊安室で目を覚ましたニックは、ベールの幽霊からアマネットが瀬戸を現代に蘇らせるための肉体を探していると告げられる。2000年以上にも及ぶ封印から解放されたとはいえ、 アマネットの肉体はすでに腐敗しきっていた。そこでアマネットは墜落現場にやってきた救急隊員の生気を吸い取り、自らの肉体を復活させるとともに彼らをアンデッドとして自分の配下に加えた。その後アマネットはニックとジェニーを罠にかけ配下たちに二人を殺させようとした。しかし、あと一歩のところで 駆けつけてきたプロディジウムの舞台によって身柄を拘束されてしまった。部隊を率いていたジキル博士は君がアマネットの墓所を解放した時彼女は君に呪いをかけた。私はアマネットが儀式を完遂するのを妨害しないつもりだ。瀬戸が君に憑依した時こそあいつを叩き潰すチャンスになるからだとニックに告げた。しかしニックがジキル博士の薬を取り上げてしまったため 彼のもう一つの人格であるエドワード・ハイドが表に出てきて暴れ始める。ニックは暴れ出したハイドと戦う羽目になり、薬を注射してようやくハイドを抑え込むことに成功するが、その騒ぎに紛れてアマネットが研究施設から脱走する。アマネットはニックを求めてロンドン中を暴れ回った後、ロンドン地下鉄の拡張工事現場で発見された十字軍墓地に向かい、 騎士たちを復活させて配下に加え、彼らがメソポタミアから持ち出したオシリス石を取り戻す。アマネットは騎士たちに地下鉄でニックとジェニーを襲わせ、彼女を連れ去り地下水道に向かわせる。ニックは騎士たちを追いかけるが、彼らに捕まり、アマネットの前に突き出される。十字軍墓地には溺死したジェニーの遺体があり、悲しむニックに対してアマネットは儀式を行い、 セトを降臨させようとする。ニックはアマネットに戦いを挑むが一周され、彼女からオシリスを奪い破壊しようとする。アマネットはセトを復活させて、二人で世界を支配しようと呼びかけるが、ニックは探検で自ら命を絶ち、セトの力を得て復活する。アマネットはニックの復活を喜ぶが、彼はジェニーの遺体を見て自我を取り戻し、 アマネットから正気を奪いミイラに戻してしまう。ニックは神の力を使い、ジェニーを生き返らせるが、変わり果てた姿を見られたくないと語り、彼女の前から姿を消す。アマネットのミイラを回収したジキル博士は彼女を水銀で満たした棺に戻し、再び地中に封印する。ジェニーは神の力を得て姿を消したニックの身を暗示、ジキル博士は彼女に対して、 再び戦いが起これば彼は戻ってくるだろうと語りかける。そのニックは生き返らせたベールと共に砂漠の中にあり彼を連れて冒険の旅に出かける。2012年ユニバーサル・ピクチャーズはミイラ再生を現代版にリブートする計画を進めていると発表した。監督としてはレン・ワイズマンとアンディムス・ケーティの名前が挙がったが正式な契約には至らなかった。 2015年11月、トム・クルーズがユニバーサルとの出演交渉に入ったという報道があった。12月にはソフィア・ブテラにオファーが出ていると報じられた。ブテラを推薦したのはカーツマンである。キングスマンに出ていたブテラの演技に何か光るものを感じたのだという。カーツマンはブテラの瞳を見てご覧なさい。そこで全てが演じられている。キングスマンを見て、 私はそれに気づいたんだ。何も言わずとも、彼女の目は私に多くのものを伝えてくれた。彼女にどんなメイクを施そうと、どんな CG 加工を施そうと、情感豊かな表現ができるだろうと思った。と述べている。残りのキャストは2016年3月から5月の間に決まっていった。2016年4月3日、本作の主要撮影が、 イギリスのオックスフォードで始まったなお、撮影はサリーやロンドンでも行われ、イギリスでの撮影は2016年7月17日に終了した。その後、ナミビアでの撮影が行われ、すべての撮影が終了したのは8月13日のことだった。当初、本作は2016年中に全米公開される予定だったが、2017年6月9日、 公開に延期されることとなった。なお、2017年5月22日に発生したマンチェスターでのテロを受けて、ユニバーサル・ピクチャーズは31日に予定されていた本作のロンドンプレミアを中止した。2016年12月20日、本作の予告編が公開されたが、付与されていたはずの音声効果が消失したバージョンが公開されてしまったことが判明した。 このバージョンの予告編の流出を止めるべく、iMAX はデジタルミレニアム著作権法に基づいた対応を行うこととなった。専門家は本作がアメリカ合衆国での公開発週末に3500万ドル、4000万ドルを稼ぎ出すと予想している。本作は木曜日のレート賞において266万ドルを稼ぎ出した。2017年6月9日、 本作は全米4035巻で封切られ、公開初週末に3168万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。この数字は1999年に公開されたハムナップトラ、失われた砂漠の都が記録した4336万ドルを下回るものであった。本作は韓国で公開初日に660万ドルを 稼ぎ出した。この数字はユニバーサルピクチャーズが韓国で配給した映画の中で最高のものである。本作は批評家から酷評された。特にダークユニバースの導入のために組み込まれた要素がかえって全体の流れを明かりがたくしていることに批判が集中した。 映画批評集積サイトの6点トマト図には230件のレビューがあり、批評家支持率は15%、平均点は10点満点で4.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ユニバーサル制作のモンスター映画にあった面白みに、かけ、多くのモンスター映画にあるようなスリルが届いてこない。ザマミー、呪われた砂漠の王女は、 ダークユニバースの構想を早急に見直した方が良いと、示唆している。となっている。また、メトクリティックには44件のレビューがあり、過重平均値は34、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。アップロックスのビンスマン C には、ザマミー、呪われた砂漠の王女は、どこかで見たことがある要素の不敵な寄せ集めが好きな。 人向けの映画だと述べている。インディワイヤーのデビッド・エイ・リッヒは本作に D 評価を下し、古き良きハリウッドのアイコンを現代に蘇らせようとした作品の一つである。しかし、昔ながらの題材を浪費している。これでは映画制作とは言えない。はっからしである。トム・クルーズ出演作品の中で最低の出来だと思うと酷評している。ダーク・ユニバースの 第一作目は2014年に公開されたドラキュラゼロになるはずだったが、ユニバーサルの意向で本作が第一作目となった。2017年3月、クリス・モーガンがスタジオ側はダークユニバースの作品群の時系列を検討する段階に入っている。また、公開時期についても検討を始めている。と述べた。5月22日、ユニバーサル・ピクチャーズは かつての怪物映画を現代風にアレンジしたダークユニバース構想を正式に発表し、第2作となるブライド・オブ・フランカンスティンを2019年2月14日に全米公開するとも発表した。ユニバーサルはニール・バーガーを監督に起用するべく交渉していたが、交渉は不守備に終わり、最終的にビル・コンドンが起用されることとなった。2017年11月、ユニバーサルは 本作の興行収入が伸び悩み、批評家からも酷評されたことを受けて、ダークユニバース構想の軌道修正を余儀なくされていると報じられた。その後、ホラー映画界の名プロデューサー、ジェイソン・ブラムが、ダークユニバースの再構築に携わりたいという意向を示したこともあったが、結局、ユニバーサルは往年の怪物たちをシェアードユニバースの形で復活させるのではなく、 反発作品として制作していくという決断を下した。ありがとうございます。